ーシックリアライザー制御ダッシュ、手法起動は完了。照準はとりあえずこれでいいはず。私は私に与えられた責務を果たす。そして知らないことをたくさん教えてもらうんだ。それがそれだけが私の願いだったんだから。なんでこんな時に五日指導の顔が。違う、私は五日指導なんていらない。コントロールリアライザーにアクセスできない。なるほど、物理的に遮断しているかマニュアル制御なのか。でもあれだけのリアライザーを手動で長時間制御できるわけがない。でもそれが原因で魔力のチャージに異常が出てる。時間稼ぎってところか。だったら少しくらい遊んであげましょう。どうせみんなこの世界ごと消えるんだから。ああ、どうやら空間の構成に問題が生じているようだ。あまり猶予はないと考えた方がいいな。おそらくマリナがこの世界を消そうとしているのでしょう。自分を閉じ込めておく檻なんてもういらないと。意識がその世界にある状態で消滅すればただでは済まないだろう。つまり二度と目覚めない可能性もある。ああ、先ほど話した計画が成功すればシンたちも無事に帰ってこられるはずだ。ああ、そういうことになるね。私もできる限り協力します。先ほどの報告と同じだ。すでに9割方を抑えられている。小細工で時間稼ぎをしているが、そう長くは持たないだろうね。それじゃあ目的地まで急ぐしかないわね。そこまでたどり着ければなんとかなるわ。そう、電脳世界のコアブロックだ。人工精霊は現実世界では活動できない。なら、フラクシナスを操作するのに最も適した場所はそこしかない。大丈夫です、シド。アルスマリナは必ずマザールームにいます。マリア、わかるのか。はい、かすかにですが、もう一度システムに接続できれば確実に。それはさすがにリスクが大きすぎる。マリア、君の体が持つかわからない。はい。この世界で戦うためにマリアの力は必要だ。この世界で唯一マリナの干渉を受けないのが精霊たちの霊力。その力の再現はマリアにかかっている。はい、その領域はシステム内で私がレイネにつないでいます。私が存在しているうちは現実と同様に霊力を電脳空間上に再現できるはずです。再現しているといっても現実のものとはもちろん違う。
今の電脳世界はいわばマリナの支配する領域だ。相手は一人ではなく世界そのものだと心得ておいてくれ。それ詳しく話して。現状敵のデータはあまりに少ないわ。ミクのガブリエルのような力が。プレイヤーへの干渉ですね。フラグ発生のため行動を意図的に制限できます。なるほどね。ゲーム的に考えればいいわけか。さすがギャルゲーの中ね。はい、この世界において設定は大きな縛りです。直接的に力を使わなくても設定を追加制限するだけでかなりの行動を縛れます。それを打ち破るには必ず私の力が必要になります。私が果てようとも、いろいろなことを教えてくれた皆さんに、指導に少しでも恩を返します。ですから途中で気が変わったというのは絶対にダメですよ。この世界で過ごし私がもらったもの、それはデータだけでは得られない実感、感情、絆、目に見えないけれど形あるもの。私は皆さんが好きだから助けたい、それだけなんです。よし、じゃあ行くわよ。レーネ、他のみんなはどう？ああ、霊槍と天使の権限は終わっている。ピンポイントだが、彼女たちをそこに転送しよう。上出来よ。あとは目的を果たせばいいのね。レーネ、フラクシナスは頼むわよ。ああ、任された。シド、マリア、元凶である人工精霊と遭遇したらしいが、大丈夫か？すみません、どうか。私のせいで、こんなことに。何を言っているのだ？マリアが謝る必要などないではないか。悪いのは人工精霊なのだろう？ですが、私のせいで皆さんを巻き込んでしまった。何を言う。ここにいるから戦うこともできるのだ。むしろ入れてもらって感謝しているぞ。ヤトガミトーカの言う通り、最初から内部にいられるというのは戦闘において有利な条件。それに指導を守るのは何よりも優先すべき事項。問題ない。この状態でも八戸神十日よりは役に立つ。なんだと？聞き捨てならんぞ、飛び地折紙。今は仲間同士で争っている時では。心配するな、マリア。私もシドも、それにみんなも、お前とは仲間だ。仲間は守るぞ。勘違いしないで。私が戦うのはシドのため。しかしそのための力があなたによって確保されているのなら、一応感謝をしておく。どうか、折り紙、ありがとうございます。私も頑張ります。安心してください。おひゃ。
私の、私も同じ気持ちです。そうね。それにさっきも言ったように、この世界は今ほとんどが人工精霊に掌握されている。こっちにこれだけ精霊がいても勝てるかどうかはわからない。みんなの力が必要ね。だからまあ、使えるものは全部使う。マリア、あなたが私たちの最後の希望よ。はい。こんなにみんな揃ってるんですから、心配いらないと思いますよ。ダーリンもマリアちゃんも私が守りますから。私からもお願いします。皆さんがなるべく傷つかないように。はい、もちろん。ダーリンって可愛い女の子のためですから、頑張っちゃいますよ。みんな準備はいい？出発するわよ。あらあらあら、もしかして私はお留守番ということになるんですね。そんなわけないでしょ。戦力は全投入に決まってるじゃない。クルミなら呼ばなくても神出鬼没じゃない。そんなことはありませんわよ。でもおかげさまで久しぶりに遊べそうですわ。でさ、ヨシノ気になったんだけど、結局そのマザールームっていうのはどこにあるの？空間のほころびを探し、そこから侵入することになるだろう。世界が崩壊を始めたからできることでは。不幸中の幸いってところね。まあ、要するに地道にやるしかないってことよ。運命の羅針盤が指し示すままに我らの後悔が始まるか。よかろう。病の先導に任せるがいい。同意。移動であれば任せてください。風を操るユズルたち病がみんなを運びます。偽りの世界とはいえ、同胞と過ごした地、俗物ごときの好きにはさせん。主公、さっさと人工精霊を倒し、元の世界に全員で帰りましょう。はい、もちろんです。よし、行くわよ。相手は何をしてくるかわからないから油断しないで。さあ、私たちのデートを始めましょう。ストップ。そこからマザールームへのルートに入れそうだ。あ、そうだ。そこから先ははっきりした道はない。私が先導できると思います。マリナの存在を近くに感じます。それは助かる。向こうもこちらの動きに気づいているだろう。気をつけてくれ。